井が川口に仕掛けましたが、ここは川口を抜いた。ボールを拾ってクロスが来る。清武越えて岸本、2試合連続ゴール。岸本今日も起用に応えました。徳島ヴォルティス前半22分、先制に成功、1対0。今日もこの男岸本武大爆発、今シーズン3点目。合図からフレデリック、斜め前のボールに対しては相原、エリアに入ってきた、シュート行く、決まった。今日 J でデビューの相原、 J デビューで J 初ゴール、追いついた FC 岐阜。スタートを起こす、中央に打った、振り返った、町田先生、決めたのは藤井。河合、河合がドリブルで仕掛けて中、入れてきた、鈴木ゴールだ。琉球同点に追いつきました。巻いてきた、決まりました、千葉先生。完全に逆つきましたね、今キッカー変えて見事にゴール、フリーキックを決めました、茶島です。後半の35分、清原、あった、ここ渡辺がちょっと空振りをしたような状況、縦に持って上がります。杉浦恭平、変わって入ったばかりの選手、さあ簡単にボールが渡る、右サイド自ら打った、シュート決まった、ゴール、シーズン初ゴール。いやー、仕事しましたね。